スーパーマリオメーカー2やっていきまちゅ。どうも、今日はですね、びっくりやつがあるんですよ。まあ、お気づきの方いらっしゃると思うんですけど、このピオキングのチャンネル登録者数が6万人突破しました。いや、本当にありがとうございます。これも全て僕自身の才能、一人一人皆様がですね、僕の動画を見てくれて応援してくれて、そのおかげでここまで来ることができました。何度お礼を言っても言い足りません。こんなまだまだ未熟な僕を皆さんが応援してくれてる、その期待を裏切らずにちょっと今のなしでいいかなその期待を裏切らずにここで今誓いたいと思います。僕はマリオメーカー実況者でトップを取るような男になりたいと思います。みんな見てて、マジでトップを取るような男になってみせるから。多分。はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・ホーム・オブ・チェックポイント、カッコトロールということで、このコースはチェックポイントは家っていうことになると思うんですよ。もしくはチェックポイントに帰るっていう意味かな。まあ、どっちかだと思うんですけど、突っ込みたいことはまず一つ、説明文見てください。ウェルカムトゥトロールシティ、バージョン2。って言いたいところなんですけど、ウェルカムトゥトロオロロロみたいな感じになってない、この説明文って。まあ、そういうのを狙ってるのかわかんないんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.56% で、チェックポイントは家っていうことは、チェックポイント戻し絶対にあるよ、このコース。さあ、今回はどのようなコースなんでしょうか。まず最初、開幕モッティーいや、左のブロックも気になるんだよな。なんだろう、コインガチャモッティー襲ってくるんで早めに行けておこうか。このボブ兵爆発しないのかな。いや、大丈夫だよ、このボブ兵には引っかかりませんでした。それじゃあ先に進んでいきましょう。オンオフをしてすぐ右にダッシュ、そして逃げる。ほら、あってた、あんで、あいつでっけあじゃあこのオンオフを叩いて右に走り続けろ。そしたら次に進めると思うんだよね。来ました。そしてこのオープンを叩いた瞬間、左に逃げてみる。どうなる。ナイスリンクか。そんでこのパンを叩いて扉に入る。これで合ってんじゃないのかな。さあ次はピンク、あ、ピンクインコースか。はだじゃあこの扉入ったら右にダッシュしてブランパンを抜けてピンクインを取る。これが正解なんじゃないかな。で、パイヤー、なるほど下に降りておけっていう感じか。これは熱っ。ここで何もしないでよかったんだよ。そしたらファイヤーが出てきたよね。ブラパがやられて、でファイヤーを取る。ナイス。そして氷を溶かして、どうしよう、オンしてみる。オンしたらどうなる。うわ、なんか嫌な予感しかしねえぞ。なんかこの砲台左来たよね。大丈夫かな。何もなんない。あ、何もなんないんだ。じゃあこの状態で左に行けっていうことか。さあ進んでいきましょう。なんか今ボム兵出てきたね。あのボム兵なんか意味あったのかな。さあここで中間ポイントか。そしてここはもう赤い土管に行くしかないよね。うん、こっちしかないと思うんで、このまま進みたいと思います。そして今度は上に行かされました。僕はもうこれでやられるしかないと思うんですよ。火の用心じゃあここは何もしないでおけってことかな。何もしないでいいんじゃないの。そしたら右のモンティの場所に、頼むって、右に行って右、一生やしもう読めました、このコース。早く行かなきゃダメっていうギミックを結構作ってると思うんですよ。なんでここも早く行く。そしてこのモンティも早く抜けようか。下からはいけない感じか。じゃあ上から右に出しよう。危ない。よし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 、下絶対罠でしょ。この上なんかあんのかな。上行ってみようか。上なんもない感じだね。花かなんか用意してけよ、落としてくるとかさ。そして花って言わせてくれよ。ここはキノコ、くそあ、左のこの前に当てればいいんじゃない。そんで、そうだね、このブロックを壊して着火忘ればいい感じか。久々だね。いきます、着火だーいや、届いてねんだって。もう一回いきます、着火だー。ナイス。そんでここでチビになって、あの扉に入ればいい感じだよね。頼む、素直に入りだして。いやじゃねえんだよ。じゃあここは右ギリギリまで行って先にオンオフをさせておく。そしたら右のドアに入れるっていう感じだと思うんだよね。さあ進んでいきますか。次はこのグッズは欲しいところ、敵いない、敵いないで、でヒップドロップして上の土管に入ってみようか。土管に入ってみます。はっ
落ちちゃった。じゃあここはヒップドロップして靴を脱ぎ捨てて進めっていう感じだろうね。下にクレーンがあるな。降りてみる。大体こういうの罠なんだよね。降りてみますどうなる。あれ、いや熱々熱々合ってたんじゃない。合ってた、絶対これ合ってるよ。今日は下が正解な日なんじゃないかな。なんか嫌な予感しかして。どうなる、この先は何があるだろう。エンドオブCP1。 え、鍵集まったよね。これチェックポイント1に戻されたってこと。あれどういうことだろう。え、こっから、あ、なんか変わったよ。チェックポイント2、なんかこっち進めるようになってんだろうね。あ、土管がある。こっちに次行けってことかな。さあ進んでいきますか。どうなるんだろう。あ、いや、ナイス、あぶねえ。待って待って、焼き魚、焼き魚。じゃあここはパウが発動した瞬間にすぐ上に行けっていうことだと思うんですよね。さあ行きましょう。でこのドッスは早く行って回避しろ、そういう感じだと思うんですよ。どうしようもねくね、これで、ね、どいてよ、ちょっとそこどいてよ、頼むって。羽をパタパタさせないでいいんだって、そこをどけじゃあ上に行き過ぎたらダメだったんだね。なんであの雲の場所で止まっておかなきゃいけない。そしたらここにね通路が開けるんだよね。さあ右のオンオフをしていいものか、して左にダッシュ、そしてリンクを取ってドアに入る。来ました。さあ進んでいきますか。この上のブロックは叩かない、絶対罠だと思うからね。でもちょっと叩いてみる、そして左に逃げる。あっ、熱々熱、これはほら来た来た来た。たまには叩いてみるもんですね。いや右のブロック怪しいな。右のブロック破壊していかなきゃいけないみたいな、多分そんな感じだよねきっと。じゃあここで雲を左側で避けるでしょ。でこのブロックを破壊したら次に何かあると思うんだよね。いや何もないやん。いや裏側があるのか。でここで確か2回当たってしまうんだよね。そうでしょ、ナイス。そしてこのオンを叩いた瞬間左ダッシュして、なんでよじゃあここはスイッチ変えたらさ、一旦止まっておこう、止まっておいてもう一回スイッチを変えて倒せっていう感じか。さあ進んでいくんですけど、これ上か下か。下の音符叩いてみようか、こっちが正解、頼む。マジかよ、左行ったら、なんでそこもあんのこれ下が合ってんのか上が合ってんのかわからんくらい。上行ってみるよ、なんか下罠っぽいの。あ、上行けないよ、多分行けないでしょ。あ、行けた行けた。そして左の方に行ってなんか刺してよ、何もできないんだって。あっつ、ここで隠しブロックにさえ引っかからなければいいっていう感じかな。一旦隠しブロック出してこのまま左にジャンプすればオフ。ナイス、これでいいのか。さあこれで中間ポイント3。中間ポイント3とかないですから、何を言ってるんでしょうかねこの制作者さんは。これどうすればいいの。何もじゃあここさ、上に行ったら左をしっぱせないけんの場合、そしてここが回避できるっていう感じか。さあこのハテナブロックを叩くか、右に行っても何も変わんないか。じゃあハテナブロック叩いて右にダッシュ、これで合ってる。じゃあこのハテナ叩いたらさ、どこに行けばいいんだろう。これから、ごめんこれ待って、危ねえ。どこに行けばいいかわかんない。あ、これで進めるようになってんのか。ギリギリ行けたっていう感じだね。さあ次は上か下か、上行ってみよっか。上行きます、この音を叩いてすぐ右にダッシュ、これで合ってる。右ダッシュできねえやるか、このただの弾だよな、それは武器は禁止だよ、ここに追っておけば出るかーいそんじゃ上はダメっていうことが分かりました。下のこのブロック開くのかな。開くんだね。そして次右の花か左の花か、たまにはいいところを見せてくれ、バックウラはどうだ。あっナイス、もう四隅さあ進んでいきましょう。ここはどんな感じなんだろう。あ、いや、ちょっ、あ、ねえもうそんなことするなってここファイヤーで溶かしていかないけんパターンでしょ。じゃあここは鉄球が戻ってくるから、その鉄球を避けないけんと思うよね、このタイミング。ナイスでここで氷を溶かしてリフトで上に行ける、そういう感じでしょ。ここでジャンプ、ナイス。これはどうなんだろう、もう引っかかった感じですかね。頼む、いける、いけんじゃないのこれ。ねえ、ちょ
と上に上がってよ。どうかしてよ。もうじゃねえんだって。どうしようもない感じか。じゃあここオンオフをして早く行けっていう感じかな。右ダッシュしてテレビ、そして左。これどうすやるの。絶対なんか出してくれでしょ。もう頼むって。もうそんなことしないでって。ここ左を進歩してたんだけどな、右を進歩しろってことかな。なんか右は進歩、なるほど、ここなんかね矢印があったから分かったんだよね。さあこのハテナを叩いて一旦左下に逃げる。そしてこのドアにある。すっか、絶対ゴールだよ。もうする。あれ、これさっきの場所じゃない？上は違うよね。もう一回この土管に入るしかないよね。で、中間ポイントみたいな感じじゃなかったっけ。あ、さっきと違うね。ほら、上のドアに入れるようになってんだよね。ここはもうゴールの模様しか。三択まで持ってきやがった、マジかよ。でもさ、この左のこの地はゴールだと思います。頼む、ゴールであって、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。今日のこの一発マリオはですね、マジで謎すぎるものを見つけてしまいました。というのもこのコース名ヨッシーの矛盾、そして説明文見てください。ヨッシーに乗ったままゴールしなければならないのに、ヨッシーを乗り捨てなければゴールにたどり着けないって書いてるんですよ。確かにあの壁が高すぎてヨッシーを捨てなければゴールはできないと思うんですよ。それじゃあこのコース一体どうやってゴールするのか、早速やっていきますか。クリア率は 0.56%。 もしかしたらさ、ヨッシーを乗り捨てて右側に行くじゃん。そしたら右側に隠しブロックがあってゴールできるみたいな、そういう感じじゃないのかな。いや違うんだって。いやまさか助走が足りて落ちるとは思ってなかったんですけどね。じゃあ一旦右に行って隠しブロックがないか見てみようか。この辺であったら簡単にクリアできるんだけど、まあそんなんだったらクリア率があんなに低いわけないよね。やっぱりないか。じゃあ左側に隠しブロックがないか探してってみるね。だって隠しブロックとかないとさ、ヨッシーに乗ったままゴールできんくない？ちょっと探してってみる。うわ、ないね。じゃあこの下が何かヒントになってるみたいな、そういう感じじゃないかな。下で壁を登っていく、そんなシステムねえよ。どうしよう、これマジでわからんばい。あと皆さん申し訳ない、今隣でですね、うちの猫ちゃんがボリボリキャットフードを食べてるんですよ。それがマイクの中に入ってしまってたら申し訳ない。ただこの下を使うのは間違いないと思う。なんかあるんじゃないのかな、この辺に。あったよ、ありました。なんかこの辺で下を伸ばせば花が出てきたんだね。こいつに登っていく。これ何食べたの、火？え、こんだけでもさ上に行けんよね。まだなんかあるの。あ、なんかでもボスンボス行ってるよ。え、なんかあんのかな。あ、今なんか出てきたね。ヨッシーが何かを吐いたんだよね。ちょっともう一回やり直してみる。なんでまず一旦ブラパン落とすでしょ。そしてこの火は吐いてて左上の方になんかあったんだよね。ほら今なんか加えてるでしょ。これがなんかだよね。バネ、いやそれ大事なやつなんじゃないの。で、ここに置いてピヨンって右上に行ってゴールするやつなんじゃないの。なんで捨てたのヨッシー、拾ってきなさいヨッシー。それじゃあもう分かりました、これでゴールできるんじゃないかな。一旦ブラパン落としてバネをこの辺で落とす。もうちょっと先だね、ギリギリまで先っちょに行ってみよっか。この辺でいいんじゃないの。こっから勢いつけて行ってくれ。ちょっと待って、え、届かんね。まだ上になんかあんのかな。上にもう一個バネがあるみたいな、そんな感じじゃないの。うわ、なんもねえ。え、どうしよう、バネジャンするみたいな、それで行けってこと。え、そんな行き方なんかな。ちょっと挑戦してみようか。左上の方にバネあったよね。今加えてるのがバネだと思うんだけど、こっからバネジャン。うわ、これ難しい。いや、それかよ、わざわざバネジャンしなくても最初にバネが持てるっていうのは分かったから、この辺でさバネを置いてたらブラパが跳ねるんじゃないのかな。ほらほらほら、こっから右にジャンプしてゴール。ナイス。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。